シャンシャのコミケ第10回萌えコミックの現場に来ました。何があるのかヤイと一緒に見てきましょう。萌えコミックフェスティバルは調査のアニメが好きな人のためのイベントです。2011年から毎年2回開催されていて、今回で10回目となりました。コミケではゲームの展示と体験できるコーナー、同人誌や手作りアニメグッズの販売などがあって、あとはコスプレ。今回の萌えコミコは紅白合戦もあって、舞台で初音ミク、ラブライブなど人気作品のダンスパフォーマンスがやっています。コミケといえば、世界中で一番有名なイベントは日本の東京ビッグサイトで毎年開催されているコミックマーケットがあります。調査のコミケは東京のように大きな規模じゃないけど、ここはアニメファンのパーティーみたい。みんなここで友達になって好きな作品について交流を深めます。中国の各省では地元のアニメイベントがあって、それぞれが自分の特徴と見どころがあると思います。一番人気なコミケは上海のコミックコップという、東京のコミックマーケットと同じ大きいイベントです。コスプレの作品の中には日本やアメリカなどの外国のアニメキャラクターもいますし、中国のゲームやアニメのキャラクターもいます。これからも調査の二次元ファンがどんどん増えていくと思います。